たちが活躍した地球とは、並行した時間にあるもう一つの地球。多発する災害、天変地異、そして混乱に乗じるように現れた悪党たち。この世界で今、ある異変が起きていた。恐ろしい力の前に人々はなすすべもなく、絶望と恐怖の日々を過ごしていた。この異変を生み出したのは一人の男。この世界に混乱を。男は7つのドラゴンボールを集め、究極シェンロンを呼び出し、その願いを叶えた。残されていた。一人の勇敢な若者が立ち上がったのだ。厳しい修行の日々に明け暮れていた若きサイヤ人。
突如として現れたサイヤ人ラディッツ。あまりにも強大な敵を前に、悟空とピッコロは一時的にコンビを組む。Z 級の戦いの火蓋が今切って落とされるのである。圧倒的なパワーを持つサイヤ人ナッパ。Z 戦士たちは絶体絶命の中戦いを挑む。わずかな希望、悟空の到着を待ちながら。圧倒的な力でナッパを退けた悟空。しかしベジータはその悟空をもはるかにしのぐ実力であった。悟空は限界を超え、ベジータに命がけの戦いを挑む。Fire!
ーパーサイヤ人3の悟空ですら圧倒する脅威のパワーを誇っていた。絶体絶命の悟空とベジータは最強のフュージョンで戦いを挑む。戦が発生、悪の木の集合体ジャネンバが出現してしまった。